もう公演終わったかな。今日も寝癖です。髪の毛ちょっとボサボサなんだけどいいかな。そう、オーバーサイズだったの、思ってたより。フリーサイズなんだけどね、オーバーだった。お、ウォートメロンにんびょるかんさんにだ。クイちゃんのビバースめっちゃ楽しい。本当ですか？そう、ちょっとねずっとねビバース使ってたので早くビバースできないかなって思って待ってたから、もうね使いこなしちゃってます。めっちゃ送ってるよね。あ、みちさん、くまさん、ありがとうございます。くまさん、そうなんですね。アップトゥーボーイさん、みんな褒めてくださるんですけど、どんなやつが使われてるかわかんないから、どんな顔してたんだろう、ひな、めっちゃ気になる。なん、どんなやつ、どれ使われてるんだろう、気になるな。ミバースね、難しいですよね、やり方。とりあえず DM が見れれば大丈夫。めっちゃクールな表情。クールなやつ使われてるんだね。お、ヤンニン、カムサンニダ、キョロネジョー、カムサンニダ。コシちゃん、ウィバース最高、嬉しい。そう、ウィバース、あの DM ね。お、サトちゃんさん、星ありがとうございます。あのウィバースの DM ね、すっごい送ってるんですよ、私。1日30件以上送ってんじゃないかな。コーヒー、ビバースマン、ハルチョン、イルボヌンテ、マジャヨ、クロンゴガッテ。ユウスケさん、かわいい、ありがとうございます。今日はアニョハセヨ、チョンベッケスニダ、アニョハセヨ、ネリトコヒネニダ。そう、めっちゃね、私のビバースね、あのみんなから、みんなのね DM 見れるんだけど、あのめっちゃねグローバルなんだよね。お、ビバース DM でコヒちゃんがおすすめな曲好きだった。本当？起きたらいっぱい来ててびっくりした。確かに今日は早起きだったので、今日はね6時起きとかだったから、あのその時にね送ってたから、あれだよ、めっちゃ早くから、早くから起きてたから、すぐ起きてすぐ送ったんだよね、多分。アンニュイな表情してたの、ひな。めっちゃ気になる、見たい、見たい。そう、6時でね、8時な、何時からかね、あの振り入れがあったんですよ。お、安国際空港さん、銀のタコ、すごい、ありがとうございます。銀ギラ銀にさりげなく、すごい、あまりにも寝癖すぎる、ボサボサ。コーヒー飲みます。購読してよかった、本当嬉しい。ひなのウィバース楽しいかな。まあ、でも何もやってないからさ、ノーセットちょっとあまりにも長いね。長いじゃん。そう、朝からいっぱいね DM した。ホンヒョル、ちんちゃウィバースの DM 見えてますよ、皆さんが送ってくださったら。あのアプリすごいよね。朝からそう、9時ってね、21時やんと思って、間違えたと思ってすぐ訂正いたしました。なんかいろんなさ、もう本当にその場でなんか適当に撮った写真とかもウィバース送れるから便利、超便利。そう、コシちゃんのウィバースね、ワールドワイドなんですよ、とっても。さっきね、あのなんだっけ、寝てたから、昼寝して起きてすぐ、あ、起きた、パシャで撮ったやつをウィバース DM に送ったやつ、あれ。だから口の色とかないの。リップ塗ってないからね、真っ白。
真っ白真っ白真っ白。お、ビビベベさん、タコさん、ありがとうございます。そう、配信のためにね少しだけメイクしたけど、今日はねいつもみたいにまつげ上がってないんですよ。うん、韓国語の DM も見えてます。ハングゴロド、ケンちゃんの住んでた。자동번역교조있나요아니요그대로한국어로이해합니다어희나友達が友達がさ送って、友達ん友達が友達のん友達のメイクのコンテストの写真送ったんですけど、ビーバースの DM に。あれ好評ですね。今より髪短いんですよ。とってもね短い。今日のお顔、今日ねちょっと薄いからあんまりダメだよ。今日はめっちゃ楽な格好で来てしまいました。今日のお顔も好きなの？今日のお顔は寝起きのお顔。コヒちゃんのフェイントが恋しくなる。嬉しい、めっちゃ嬉しい、超嬉しいです。めっちゃ短かったんです、あの時。なんか超短かった。今日の外羽は寝癖の外羽です。今日はめっちゃ楽な格好できちゃいました。オメルンクワンクロイボバスミダ、見て。本当にね、ちょっと本当にびっくりしたと思うけど、本当に楽な格好すぎるの。ちょっと見て、見えないじゃないか。ほっ、本当に楽な格好でしょ。下はもうレッスンの時に使ってるスウェットみたい。でもねこれちょっとねかゆい、チクチクする。皆さんチクチクするの苦手なの？あ、コスモさん、カモさん、ありがとうございます。タワレコ池袋を待ってます。私は2部、2部の2部です。夢見と平田さんと2部です。2部でございます。寝癖なのね。なんかでかかったんだよねこれ。初めて着たんだけど、ずっと暑くて着れてなくて、着てみたら着れちゃった。ん、着てみたら今は着れた。ん、何言ってるか分かんない。お、ひーたろーにん、こんどおりかむさんにだ。ダンスできそう？そう、出来合いの夢見そうなの。大好き。男性用じゃないと思います、これ。普通に、なんだろう、わかんないんだけどね。お、ゆきおさん、 I love you、 Thank you、 ありがとうございます。そう、雪国な。そう、夢見可愛いんだよね。でね、私お話し会にパーカー買ったじゃないですか。それはチャック、ノーチャックなんですけど、普通にフーディーっていうの、なんて言うんだろう、普通のフーディーなんですけど、プルオーバーっていうの、すごいプルオーバーなんですけど、ゆめみがね、このパーカー可愛くない、お揃いにしようって言ってきたのがあって、それはチャックなんですけど、買っちゃったけど、ゆめみが言うなら買うしかないやんと思って買おうとしてます。そう、まだ買ってない、まだ買ってないんですけど、ちょろい？そう、夢見が言うならね、もう買うしかないんですよね。こんばんは、アンさん、こんばんは。ボサボサしてる。めっちゃね、私の DM ね、
韓国語も多いですし、日本のもちろん日本語も多いですし、英語も多くてね、すごいなんかね、多かった、多かったです。そう、夢見かすみんちに泊まったって言ってた。カスミンと仲良しエピソード、カスミンいつも仲良し、仲良しだけど、ひなもね泊まりに行く約束してるんだけど、まだ日程は決まってないんだけどね、なんかひなの真似してくる。ひなね、あの怒った時にガーって怒りたい時にあんまりね大声出して怒るの好きじゃないから、シャーって言うんですよ。それをねめっちゃ真似してくるの最近。ひなが言ったらシャーって言ってくる、コーヒーの真似って真似してきます。そう、威嚇、コーヒーの威嚇って言ってくる。だからひながシャーってやった時は怒った時なんです。お、木曜日の声当たった、おめでとうございます。公演28日かな。今日の振り入れの曲名、今日の振り入れはねあれですよ、あれです、あれ。全然ねそんな大したことじゃないんですけど、2つポジションを覚えたんです。自分の分、元の自分の分と、もう一つと、皆さんが思ってるようなそんな大々的なやつじゃないです、全然。武道館じゃないです、武道館だったら一つでいいから。そう、今日アイスか、なんか最近ねハマってるアイスがあってね、パリパリサンドみたいな、森永さんのポリポリ、ポリポリじゃない、パリ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 サンドなんですけど、この間水島さんとね、あのアイスが食べたくなって夜に2人で買いに行って、水島さんそれ以降食べてるの見たことないけど、私ハマってずっと食べてる、ハマってるやんって言われた。エリちゃんにちゃんとたくさんメールしてあげてね。ちょっとね、ひな今おこおこぷんぷん丸なので、もなかじゃないんです。なんかクッキーがサンドされてて、バニラアイス、パリパリバーアイスみたいな、そんな感じ。でもちゃんとあの連絡しました、さっき大丈夫ですか、実はおこおこぷんぷん丸なんですけど。そう、ゆいにね、ゆいがね、ひなにね告げ口してきてくれた。今日ゆいとご飯行ったんですけど、なんかかすみんとね、えりこさん、橋本さんがなんか、かすみんが一番だよって言ってたよって、かすみん喜んでたよってひなに言ってきて、この間ひなにも言ってたんだよなって思ってました。えりこさん、私ちゃんとあの桃退治しましたからね、えりこさんが置いてた桃退治しましたよ。そう、シャー案件なの、シャーだよ本当に。ゆいちがコーヒーとご飯食べれたと喜んで、ああ嬉しい、よかった。ゆいとねよくご飯行くんですよ。そう、行くんですよね。ゆいね、そう教えてくれたの、かわいい、教えてくれたんです。
くさん食べて、いやいや何も食べてなかったかもしれない、その時は。なんかスイーツ食べようとしてたけど、やっぱり持ち合わせがあんまりないって言って、持ち合わせとは言わないけどね、もちろんあんまり食べてなかった。なんかエビのグラタン食べてた気がする。こうやってね、ひなエビアレルギーなの知ってるのに、こうやってやってきてギャーって遊んでたゆいちゃんと。ゆいお菓子しか食べないイメージ。でも確かにお菓子の方が食べてるイメージかもしれない。うん、でもラーメン食べに行くって言ってた今日お母さんと。行くのかな、ラーメン。私は体調大丈夫です。元気なんです、とっても。え、こチクチクするかゆいこれどういうさ素材だったらチクチクするんだ。かゆいな、かゆいかゆい。むすんの礼よイゴン、迷ったらアイユニメもちょんキルンチェモギヨットンで、迷ったらそう今日めっちゃ寝たって。ウィバースってさ、歌の動画送ってもいいのかな。こんばんは、こんばんは。ウールなのかな、めっちゃかゆい。なにこれ、かゆい。でもタグがついてない。ついてた。これなんて読むの、綿じゃない、なんか木片に綿の右側見えないね。綿っていう感じじゃない、なんか読めない。ね、今日いきなり寒くなってびっくりしちゃった。あ、ポンサランポッコマリゴクゴヤマジや。木、木綿？え、違う、木綿じゃない。なんかね、違う、本当に漢字一文字なんだけど、綿っていう漢字じゃなくて、綿ってさ糸編じゃないですか、木編なの。中国語かもしれない。中国製造って書いてくる、なんか中国語かもわかんない。なんて読むんだ、綿なのかな。中国の綿って木編今来たよ、お疲れ様です。みんな今日仕事の人もいたのかな。綿って読むの、かゆい。木片だけ、糸片だけじゃないんだね、すごい。かゆいです、とてもチクチクする。でも可愛いから来ちゃおう。スーパーシャイスーパーシャイ、ひなの DM 楽しんでくれてるから、みんな楽しんでくれてたらいいな。仕事中やっぱさ、土曜日でもさ関係なしにお仕事してる方もたくさんいらっしゃるんですね。大変だ。そういえば最近リップ変えたんです。あ、ファンデーションもそういえば変えました。仕事中に返信してました。あら、ダメじゃないですか。でもひな、ずっとさ、もうリバースずっと開きっぱなしでずっと見てるから、すぐ見てます、皆さんの返事。全然来ないなーって思いながら。小ひなちゃん、かわいい、嬉しい、ありがとうございます。既読早くていいか通知が小ひちゃんだらけ、本当アジュクニャン。
かゆいかゆい。そう、ひな DM ウィバースずっとやりたかったから、たくさんの方と交流できたらいいなって思ってます。お、ウィンターメロンにビアルカムサンニーだ。そうだ、ローモバね、ひなも昨日やってた夢見のところで。お、ウィンターボーダー、ウィンターボーダーカリナイン、ゴロジンチャヨ、チョヌンカリナニミオムチョンチョアなんで。そう、たくさんね、韓国の方にね、エスパのウィンターちゃんに似てるってすごいね言われたんです。コメントはどんな風に見えますか？内緒内緒。ウィンターメロンにカムサ。そうだ、なんかね、韓国アイドルなんですけど、すごいね、お歌が上手なグループなんですけど、ダンスももちろん、寒い寒い、消そう、寒い寒い。すごいね、なんか学生の頃から謎に、多分髪型だと思うけど、ウィンターちゃんに似てるって言われてて、この間新大久保行った時にもね、韓国人の方にウィンターに似てますねっていきなり言われて、ファンの方にも DM でね言われたんです。たるまんねえよ、ちんちゃん似てるって本当。そう、ちょっと長袖、なんかエアコンつけてみたけど寒かった。え、アップトゥーボーイどうだったかな、綺麗に映ってたかな。あの日に、あの日の朝にね、あの目が腫れちゃって、こんなんだったんです、片目。必死でね、写真撮る時だけ321ってね開けたんだけどね、どうだったかな。寒いんだけど、いきなり消えてない。アイス買ってきたのに。アップトゥーボーイコーヒーが出た。あー、ゆいちじゃなかったの、ゆいが。今日寒いですよね。なんで寒いんだ、こんなに。バッグ早く買わなきゃ寒いし痒いの。でも今日ね、昼寝した時にエアコン消して、寒くてエアコン消して寝たらね、暑かったんです。ちょっと暑かった。南米語でさら。アイスはパリパリサンド、クッキーの中にパリパリみたいなアイスが挟まってるやつ、美味しい。なんかね、話して、あ、そう、今日あれじゃないですか、あの最高の教師の最終話。なんかさ、あの X でさ、オフショット、オフショット見てたらさ、皆さんなんか涙ぐんでて、何何悲しいってなった。コールはコヒちゃんです。コヒちゃんって言ってください。今日10時からです。こんばんは、こんばんは。そう、リアルタイムで見るからね、10時に終わるんです。今日推し祭は何色ですか？私は紫と黄色カラーです。ぜひ振ってください。待って、本当にかゆい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 ですん、今日はね、お洋服をたくさん、たくさんでもないな、注文したお話し会用のいろんなお洋服買ってきました。できた、買いました、買う届く予定です。遊びに来たよ、やっほー。赤緑かすみん、なんかかすみんに変わってましたよね。いい、なんでかゆい
会、展示会とか行かないです私。なんかお洋服にあんまり興味がないから。でも最近ね興味出てきて、いろんなの欲しいけど。金欠でございます。ビビベベさん、クマさんありがとうございます。 I love you の方かな。ありがとうございます。 Thank you。 あの最近ねエージェムっていうブランドかな、エージェムのお洋服が可愛くて、この間ねお店あったんだけど、なんかそういうお店ってさ入ったら絶対買わなきゃいけないみたいな風潮あるからちょっと行けなかった。ひーちゃんにお洋服もらう、無理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 、そんなことできないですよ。リュストさん、タコさんいっぱいありがとうございます。いっぱいいっぱいじゃないね、これタコさんいっぱいだ、ありがとうございます。銀のタコ、銀のタコありがとうございます。なんで今日銀なんだろう、だるまさんも銀だ。本田さんのお洋服なんて私着れないよ。メールの手だけ出演してたの誰？誰だ？かすみかな？多分かすみ。かすみだと思います。きっとそう。ひー。今日何曜？23でしたっけ？もうちょっとであれですよね。Do the Dance の MV が公開されちゃう。シルバーウィーク？シルバーウィークって何？オンリー？クゴン持ってよ。今シルバーウィークなの？ゴールデンウィークみたいな？なんだそれ。あ、マジでアップトゥーボーイ気になってきちゃった。うん。だるまいっぱいありがとうございます。ヤンニン。今日のメイク、今日はメイク全然してないんです。まつげもねいつものトレードマークだけど上がってない。え、そんなに良かったのかな、アップトゥーボーイ気になってきちゃう。でもあれね髪の毛切ってないからさ長いんですよね、地味に。今の方がいい、今の方がいい。え、DM で歌った動画上げていいのかな。で、すごいね私最近携帯2個欲しいなって思ってて、だってさこうやって配信してる時もこうやって歌詞見ながらさアカペラできたり、私歌詞でね覚えれないから歌詞こうやって見れたりさ、ドボン配信とかゲームとかさできるじゃないですか。だから携帯2個欲しいって思ってるんだけど、ちょっと一人で携帯のとこに買いに行けないから、どうしたらいいの。あとねアップルウォッチもねすごい便利そうだなって思ってるんです。とっても羨ましい。はじめまして、はじめまして、成田小日奈です。ここにさ四角いのついたらかっこよくないですか。めっちゃ欲しいんだけどね、お高いです。そうだ iPhone15 ね、iPhone15 あれですよね、販売この間アップルめっちゃ行列だったんです。雨だったのに、めっちゃ雨だったのにね。アイリーさんつけてるイメージだった、夢見もつけてるイメージだ。ひ、待って、ほんとこのお洋服かゆい、全部かゆくなってきた。アプローチね、顔なんか高いんですよやっぱり。
高い高い高い。そんなの買ったらいいな。お話し会毎日同じお洋服になっちゃう。こしちゃん iPhone、 これなん、なん iPhone 何になんだかわかんないけどね、ずっと変えてない。ここにアプローチ書くの。13ね、もっとね多分古い11とか12とかだったような気がする。最近リップ変えたんです。これはね、もらいました。もらったんだ、指原さんのレディミューのリップ。いい感じです。そう、あんまり自分で買わないんだけど、節約家なので全然買わないんだけど、もらった。かゆいよ、初めて買ったのに。ね、ビバース歌あげていいのかな。なんかボイスメッセージ機能とかあったら送れたけど、ないですよね多分。動画だけかな。私もね、 DM は最近できたばっかりだからあんまり熟知してないんですけどね。でも18期の中では一番うまくできてるんじゃないですか。どうですか。うわ、ソラくんお久しぶりです。久しぶりに感じる。とってもネックレス、なんか四角いやつ、お母さんからもらった、盗んだ。ちょっと寝癖なんだけど本当に。えりこさん喧嘩中。盗んだのもらったんだよ、使わないからあげるって、可愛いからもらっちゃった。え、 DM 著作権大丈夫なのかな。小ひなちゃん元気。こちらこそ忘れてないですか皆さん。こしさんのリバース楽しい、やった、よかった。えりこひな、えりこひなぬんくんなっそ。そう、リバースはね、投稿より DM の方が断然多いです。 DM1 日30件ぐらい送らせていただいてます。ごめんなさい。楽しくて仲直りね、仲直り考えてあげてもいいよ。何様ネックレス調べたけどレディースすごい。これで分かるの、だってお母さんのだもん。レディースだよねきっと。 DM コーヒーしか立てない、やった。ずっとひなのとこだけにいて、愛ちゃんと仲良くなれた。あのあとねお会いしてなくて、ね、体調を崩してしまったそうで心配です、とても。ごひなのぬんよじゅんあんぼな、ごひなの黒ね。くんでチェグネのらっとんごがったんで、マリンがそんなに送ってるの。そんなに送ってます。私30件ぐらい送ってますよね皆さん、撮ってる方。割とガチでイケベニカさん推し、ちょっとそれ喜んでいいのかな。喜んでいいのかな。こんばんは、こんばんは。こしちゃんね、 DM のもちょわよちんちゃろ。ハイブのサービス、確かにハイブさんの歌ねたくさん聞かせていただいてます。えりこちゃん会ってないです。
そう、めっちゃ通知溜まってるって聞きました。大丈夫かな、そんなこと。イエイメンメン。ユバ足取りたくなるんだ、取ってくださいぜひ。そうね、いろんな SNS も最近増えてきたので、使い分けねしないと。皆さんだってね、大事な仕事してね、大事な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 生きる糧を私に使ってくださってるのだから、時間と全てを使ってくださってるのだから、ちょっと満足していただけるようにと思ってね、いろいろ考えてます。今日はどんな話、ウィバースどんな話とか、本当にね、 TMI どうでもいい話とか、起きたよとか、朝ごはんとか、そういうものをね、たくさん送ってますね。モバイルメールは結構ね、長文、私長い文章が特徴、最初から特徴だって言われてたから、長くね、なんか考えながら自分の文章で書いてるんですけど、あっちはね、ウィバーさん DM の方はもう本当におはようとかめっちゃ短文で送ってます。だからなんか難しい文章が苦手だよって方はウィバースの DM 取っていただいても楽しんでいただけると思うし、逆になんか文章読むの好きだよとか小説読むの好きだよとかだったら、モバイルメールの方が楽しんでいただけるのかなって思います。そんな感じ。そう、 LINE 感覚で送ってます。でも私ね、友達とかにはめっちゃ未読魔なんですよ。2日3日返さなかったり、通知もねめっちゃたまってね、もう99プラスとかによくなってるんですけど、でもユバース DM めっちゃ、ユバース DM の方がめっちゃ見てる。すごいでしょ。こんばんは、こんばんは。めっちゃ見てますよ皆さんの。あ、ちょっと待ってて、ノート持ってくるの忘れちゃった。韓国語の DM もお願いします。たまに韓国語で DM 送ってください。わかりました。たまにね送ります。え、アップトゥーボーイにも文才が話題になってます。え、そうなの、全然知らないんだけど。そうなの、知らなかった。全然し、ね、早くひなも見たい。アップトゥーボーイさん気になる、どんな感じだったのかな。気になるね。なんかね、あと今なんか言おうとしたんだけど忘れちゃった。なんだったっけ、なんだったっけね。もうね、話したいことね、たくさん考えておいてるのにすぐ忘れちゃうんです。ちょっとどういうこと、どういうことなの、忘れちゃった、なんだっけ。忘れちゃった。お、握手会ご視聴にある、楽しみにしてます。やった、待ってます。そう、これ持ってきた。ほな、ちょっと手書きで書いちゃった。ファンの間で文才があるって話になってくれ。そうなの？嬉しいな。
これ書いたやつツイッターに、あ、 X に載せたんですけど、ひなの字です、これが。こんな感じ。もうね、一つ残りわずかが皆さんのおかげで、あ、出ました。10月14日の3部です。これ好き、これひな。で、15日はね、1、2、3部全部残りわずかまで、もう少しで、ぜひ来てください。この日は買ったパーカーコーデです。ぜひ来てね。メンズライク好きな方とか、パーカー好きな方、ぜひ来てね。待ってます。そう、北海道の方もね、たくさん来てくださってて、普通にね、握手会っていうか、あのリアルお話し会も来てくださってたからびっくり。私の地元どこだと思いますか？この間ウィバース DM でさ、あのたくさん夢を語ったんですけど、皮膚科で皮膚科で夢語ったんですけど、あのね、北海道でお仕事いつかできたらいいなってお話してた。ひなちゃん、北海道に旅行に行きたいって。本当、北海道広いからね。ひなの地元はね、あそこですよ。さとちゃんさん、星ありがとうございます。そう、北海道民ですよ。地元の見当ついた、言ってみて。わあ、違う、知ってる人いるのかな。利尻島、利尻島って島？地元の好きなところ？地元の好きなところか、実家があるところ。全然読めない。北海道のね、ラジオいつかね、いつかしてみたいですね。おんちゃん、ロシアのお店？はい、ロシアのお店ってね、北海道広いですよね。おお、すごい、なんか知らないところいっぱい。だからとりあえず全部言ってみてる感じですよね、きっとこれ。どこやねん、どこだよ。そう、北海道ですよ、ひなは。北海道なんです。なんて読むのそれ、長万部、何それ、読めない。おしゃまんべ、どこそれ。初めて聞いたんだけど、何、おしゃまんべ、初めて聞いた。おんちゃんもちろん知ってますよ。おん、うん、N 書けない。中標津行ったことあります、いっぱい。聖地巡礼絶対いらない。ひなはね、北海道の、ね、右側ですね。え、北海道民でもね、知らないとこいっぱいあるよ。だって函館なんて私遠いもん、めっちゃ半日ぐらいかかりそう。読めない。音い、熱風、読めない、読めないよ。海以外にもあるよ。そう、もともとね、地元あんまり言わないとこって話になってたんですけど、もうね、なんか言ってもいいんじゃないってなってね、言ってもいいんですけど、なんか別にそんな言うことでもないのかなっていう謎の葛藤。おといねっぷっていうんだ。へえ、ね、
でもたくさんね聞いてくださるんです皆さん。どこなのと、北海道って広いからさ、ここかもしれないし、ここかもしれないし、ここかもしれない、ここかもしれないじゃないですか。いやでもね、何個かねあったコメントに、北海道の人はあれ知らないのかね、あのね、坂口さんは旭川ですよね、知ってますよ。全然わかんない北海道。でも結構さ、みんな北海道のいろんな場所知ってるんですね、すごい。もともとねあんまり公表しないとこうってなってたんですけど、公表したらもしかしたらさ、なんか観光大使できるかもしれないじゃん。わかんないけど、でもね、ひなの地元観光大使いないんだよ。いない気がするんだけど。旭山動物行ったことあります、何回もある。うん、おルベシベね、知ってるよ。海？海はあるよ。オプスミョンチャンサニンが黒ね。お、佐藤健さん、熊さんありがとうございます。観光できるとこ ない。本当に田舎なんです私のところ。あれです、あれ、あの、あ、オホーツクです。オホーツクってどこ、ヒントヌン、オホーツク。かわいい、ありがとうございます。おといオホーツク、何それ読めない、なんて読むの、なんでみんなそんな知ってるの。うん、やばいとこ、やばいとこじゃないよ。ラシア、海産物あんまね食べないからね、私甲殻類アレルギーなんです。カニ、カニアレルギー、カニカニ。みんな北海道わかるんだね、結構。北海道ってそんな有名？全然わかんないひな。ウニもね食べず嫌い、食わず嫌いなんです。食べたことない気がする、なんか見た目的に食べれない。なんか見た目がやだ。やばい、あと11分しかないです皆さん。札幌に4年住んで、私もね実は札幌に1年住んでて、成田市って東京じゃないの。うん、ぜひ、あの、北海道いいところですきっと。あ、成田で千葉なんだ。ああやばい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 、東京じゃないんだ、東京だと思う。東京と千葉って同じじゃないの。え、成田空港って千葉にあるんですか。え、羽田空港は、あれと羽田空港と成田空港って遠いの？やばーい。ハングリンだ、あのサシ。そのイルボインでもらんね。羽田、難しい難しい。ちょっと土地感覚はないので、あの、大丈夫です。もう、あの、Google マップさんに。力をお借りしてこれからも生きていきたいと思います。えへへへ、東京から1時間、そうなの、そうなんだね。こんばんは、こんばんは。
札幌と函館くらい遠、それは遠い気がする。わかんない、行ったことないけど。函館行ったことないんです、私。行ってみたい、めっちゃ。うん、いつか北海道でお仕事してきたらいいですね。ちょっと切れちゃった。北海道場所に、北海道内飛行機移動したことないです私。ちょっと今ひなのから連絡が来て切れちゃった。こういう時にね、携帯2個あったらいいなって思うんです。切れちゃう、なんか切れちゃった、遅さった。本田さんに会いたい。これ私の口癖なんです。18期の前でもよく言ってる。本田さんに会いたい、本田さんに会いたい。秋葉原が東京のどの辺か分かる？分かんない、全然分かんない。劇場秋葉原にあるのに分かんない。あと7分。こひちゃん冬道運転大丈夫？冬道ね、え、久保ひなの、ひなののラインで今切れたんだよ。あの免許取った時が冬だったので、冬めっちゃ運転できる、逆にできる。ドイツ村ってわかんない、どこ？ドイツ？お、なんだっけこれ、おといネップだっけ。雪道怖かったけどね、意外と大丈夫だった。札幌にも行きたいな。札幌にも友達たくさんいるんです。地元にもいっぱいいるけど、いるのかな。私は流氷が見たい。東京って雪降らないのかな。そう、ひな誕生日がね3月だから、それ以降にしかね、あの本面が取れなくて、だからね冬に取ったんですよ。そう、スノボできないんです。私スキー派で、スキーはね好きなんだけど、ダジャレじゃないけど、スキーは好きだけどスノボはできたことないの。はじめまして、はじめまして。そう、ひなの地元は流氷が見えるよ。初見です、たくやさん。はじめまして、成田子ひなです。やほー。これ終わったらアイス食べるね。スキーやったことない、本当。いい、呼ばれてももう。これ終わった後もね、リバース DM じゃんじゃん送るので、皆さん寝ないでください。本当はねもう1秒に 3回ぐらい送れるつもりだけど、それはちょっと我慢して。そう、アイス食べながら最高の教師。北見じゃないんですよね。でもね北見めっちゃ近いし、行ってる、よく行ってる。何だって、それだって一つしかないじゃないですか。あれ、パリパリサンド食べる、セブンイレブンさんの売ってるやつ、森永さんのアイスだよ。全然ウェバースティーも無理してないんです。私楽しくて送っちゃって、逆に無理してないですか皆さん。うるさい、うるさかったら通知切ってください。きっとあれだよね、あの全員分の通知来ちゃうんだよね。私もドラマ見ます、絶対。そうです、皆さんもうそれです。こひなちゃんって呼んで、ぜひ呼んでください。こひちゃんでもこひなちゃんでも。半額サラムドゥルンひならごブロードテムニダ。カーリング私したこと1回しかない。あと5分だよ、みんな。みんなと一緒にドラマ見たいな。でもひな絶対無言になっちゃうから、どうしよう今日泣いたら。シャリーじゃない、でもめっちゃ近いね。サロマ湖、サロマ湖、サロマ湖ってどこだっけ。既読早いのはビバース DM だけです。ランキング読んじゃう先に。
13位マイコールさんありがとうございます。12位ヤングコヒナリバース、もうちょっと見れない、踏みちょった、감사합니다ヤンニン감사합니다。11位ヤス国際空港さんありがとうございます。着陸。10位リューストさんありがとうございます。9位ゆきおさんありがとうございます。8位ゆうすけさんありがとうございます。7位ともあと木曜の公演楽しみにしてるのありがとうございます。ぜひ紫と黄色振ってください。かすみんもいるけど。6位コスモさんありがとうございます。4位ウォーターメロンにんかむさみだ。4位ヒータロニンかむさみだ。ガッチドラマパプシーだ。3位ビビベベさんありがとうございます。シャキーン。2位佐藤ちゃんさんありがとうございます。あとぎで1位はみっちさんありがとうございます。シャーシャーめっちゃ言われる。配信ありがとうございました。本田さんに会いたい。確かに1位初めてかもしれないね。おめでとうございます。リバース、ちょっとドラマ中、ドラマの CM の時に送ろうかな、じゃあ。ね、本田さんショートヘアでも可愛かった、びっくり、可愛い。可愛いな。縁があるじゃないんだよね。で、どこなん、確かに。本当に、そうで。ひなの、あの、ツイッターじゃない、X のフォロワーを探していただくと、そこのね、なんか、方がフォローしてるから、地元の方フォローしてるから分かると思います。そのなんかどこっていうのもちょっとなんかそこまで言ってもどうもならないんで。来月のオンラインお話し会、ひーちゃんの前にこひなちゃんの言い方で、やったありがとうございます。待ってます。いつ来るのかな。こんばんは。こんばんは。もう終わっちゃうけどこんばんは。皆さんぜひください。待ってます。じゃじゃん。これは X にも上がってるのでぜひ確認お願いします。お、14楽しみだね。今日も配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。ドラマ始まるからみんな一緒に見に行こう。私はアイスを食べながら見たいと思います。待ってるね。公演もぜひ頑張ります。お、ありがとうございました。28日公演楽しみにしててね。楽しみにしててね。こちらこそありがとうございました。ありがとう。握手初めてです。でもあれですよね、多分あの販売当日のグループ握手会が初握手になるかな。池袋2度目です。やった。皆さんぜひご都合合う方はぜひ来てください。では、バイバイ。ぴょーん。